5月19日の日経の終値が3万。33,370円です。じゃあ、1回3万4000円近い、3万4000円突破するところまで跳ねて、600円、700円押し戻されてって感じだね。そうですね。なんか今、今、はマイナス335って書いてますね。はい。まあ、最高値は更新していってる途中の、一服というか、はい、はい。上げ下げしながら、上がっていく状況っていうことになってくるわな。だでから、も、何の要素もないでしょ、上がる要素なんて。下がる一方だけだと気がしますけどね。どう考えたってな、これな。もうね、国会ぐたぐたやしね、みたいな。なんかね、この前、昨日動画見てて思ったんですけど、やっぱり政策がうまくね、コントロールできてないっていうね、インバイトのやつも含めてね、税理士さんとの話ですよ。で、拝見しましたけど、やっぱりなかなか確かに、消費税をね、上げる時みたいに政策もしてないし、インバイトなんて、ね、僕、まだ導入してないですし、入れてないですし、研修すら受けてないんで。まあなあ、もうこれ見て、皆さんも同じこと思ってると思うけど、国家、もう政治、役所、行政、全部ひっくるめて、もういらんことしてるよな。もう無駄なあげこと、て無もいい駄っんだていうと。か、お金、税金の無駄してますよ。もう本当みんなに。聞いてると思うんですよ。もう本当ね、なんかもういらないんじゃないの、政治なんてみたいな。ただ、なんだろう、形上あるだけであって、もうちょっと、ちゃんときちんと、明確化させた方がいいんだろうけど、やっぱり、美味しい思いをしてた人たちのミスみたいな、美味しい、言い方悪いですけど、ただ美味しい思いをしてた人たちがそのまま独占をしたいからって言って、そのまま現状を維持してるっていうだけな気がするんですよね。なんかね。今回これ壊れていくけどね、それでももういらんよね、国会議員700、正直、何のためにいるんだ、お前らみたいなことは思いますけど、じゃあ、ね、全員がじゃあ選挙行けって言うと選挙行けない、みんな他人任せの人たちが多いから、結局そのいろんな人たちが責任を負われるというか、誰かがやんないといけないからって言ってやってる部分もあるとは思うんですけどね。そこにぶら下がってる行政とか役所なんかもな、もう皆さん多分役所なんかに用事があってね、なんか住民票取りに行くとかなんかで行ったことあると思うけど、もうなんかこう、奥の院みたいな、ちょっと課長みたいな人と奥の方でこう座ってるだけみたいな人って結構多いじゃないですか、寝てる、こんな感じで寝てる人とか。もうね、もうあんなやめようぜと思うよな、もういい加減。正直、なんだろう、その人たちいるんだったら、その分のお金をこっちに回せよって、個人的に頑張ってる人たちに回せよとか、これからやろうとしてる人たちに回せよと思いますけどね。お金は、やっぱり借金ここまでできるし、作れるわけだから、あるわけだから、国にはさ、それを分散させないといけないなっていうのはすげえ思いますけどね、やっぱりね。ああいうやつも、もう終わりっていうことでね。そうですね。こういう壊れていくときっていうか、潰れていくときっていうか、崩壊していくときの過渡期っていうかな。一回こう、ご破産になる前っていうのは、こういうのが浮かび上がってくるって感じですよ。だからもうみんながこれちょっとおかしいんじゃないの？みたいなこと。だんだん、もう全てそうですが危ね。なくなっていくって感じやかな。個人個人がまず頑張っていかないといけないってところですよね、多分ね。やっぱり引き続きね。言ったように、この動画でいつも言ってるように、愛ちゃんが見ててもさ、見ててわかるけど、もう溶けていってるでしょ、もう全部が。溶けていってるって証言が、僕には、なんだろう、どう解釈していいかっていうのはちょっと分かりにくい部分はありますけど。それを分かりやすく言うと、その箱だけとか、その掛け声だけとか、なんかその制作、箱と制作だけが勝手に一人歩きして、中身空っぽ。それは分かりますよ。確かに、結局、声は強いけど、声は大きく上げてるけど、実際声上げててやってる人は誰もいないっていうね。そういう教えですよね。で、中身なしみたいなな。で、ここね、このタイミングで、この日本の国会が、もう政治もぐちゃぐちゃっていうか、ごたごたっていうか、解散総選挙はちょっと秋にずれ込んだけど、ね、今回は解散しませんみたいな感じになったけど、このタイミングで、ね、その日本の皇室がなんで今、インドネシアなんかっていうのがあるわけよな、やっぱりな。で、あれもインドネシアっていうのは、もうそもそもがそのオランダの植民地やったわけよね。で、それが大日本帝国っていうか、その、日本海軍っていうかな、解放っていう形
やばな、あれが、だからまあ、大東亜共栄圏というか、あそこの一部に、まあ、取り込んでいくという形になったんやけど、なんで今、日本の皇室がインドネシアなんですかね、みたいな話。はい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 、そうですね。で、まあ、ああいうの今やってることっていうのは、まあ、生産っていうかな、うん、はい、もうその明治維新以降の生産ということなんですよ。で、まあ、今の日本の皇室も、その、まあ、これ、ちょっとこういうディーリックんやけども、その、本来の皇室なのかって言われると、まあいろいろあるわけなんですよ、やっぱね。うん、南朝北朝みたいなもんがあってね。で、はい、まあ今回の、その今北朝型の皇室がなぜインドネシアに、を訪問してんのかみたいな話になってくると、やっぱここで一度明治維新以降の清算っていうことと、うん、あとはまあその、ASEAN っていうかアジアっていうか、その歴史、うん、世界の中心というか、その、軸というか、そういうものが西洋、イギリスからそのアジアへ移ってくると。はいはい、で、まあ、その中でもインドネシアっていうのは、まあ、ちょっと、なんていうかな、その、どう言ったらいいかな、極東に軸が来るまでの間の、その、つなぎの生産みたいな感じなんですよね。はいはいはい、まあ、だから、ある意味で、まあ、インドネシアさんよろしくね、これからよろしくお願いします、みたいな形ですよ。うん、なるほどね、うん、でね、あそこってね、2億ぐらいおるわけよな、はい、うん、インドネシアってね。で、まあまあ、島国ですよ、日本と一緒でね、まあまあ、はい、島があちょこちょ横にずらーっと並んでるわけ、東西にね、はい、で、まあ、インドネシア、マレーシアもそうなんですけど、はい、結構ね、そのいわゆる国際金融資本みたいな、その乗っ取り屋みたいなやつらな、言ってる。うん、はいはい、に抵抗してたんですよ。あの、うん、インドネシア、マレーシアね。まあ、ロシアもそうかな、はいはい。だからね、結構ね、ひどい目に遭ってるわけよ。はい。うん、テロとかな。テロですか？テロ、爆破テロとかな。うん、で、はいはい、まあ、まあ、これマレーシアも一緒ですよ。で、まあ、はい、うん、あ、よくテロあるんですよ、インドネシアってやっぱり。うん。あの、テロっていうのも、その、うん、過激派がおってどうだこうだ言うわけじゃなしに戦争を起こさせるのと一緒で、やっぱり仕掛けるわけですよ、うん、ああいうことは、ね、仕掛け、仕掛け人間がね、うん、要は金で支配したい連中の言うこと聞かんっていう、うん、あの政権やった大、政権やったわけな、インドネシアもマレーシアも、うん、なるね、うん、あれ結構ね、うん、まあ、あの連中敵に回すとな、やっぱりなんだかんじゃ、うん、いろいろ変なことしてくるわけよな。だからまあ、あれも地震とかな、うん、で津波とか、うん、ああいうのもひっくるめて、やっぱりそういう、なんていうかな、いうこと、期間があったら、ああいう目に遭うっていう話かな。で、まあまあ、うん、まあまあ、ASEAN というか、アジアへ その時代の流れの移行っていうのは、ここでもはっきりしたってことですよ。そういう意味での皇室のインドネシア訪問ってことですよ、あれは。なるほどね。うん。うん、だからね、意外とね、今の、その、乗っ取られてる方の日本の政治っていうか、政権とか、はい、官僚っていうか、その、はい、システムっていうか、はい、そういうのってもう皇室とはもうバラバラになってると思うよ、はっきり言って。バラバラなんですか。なるほど、はい。うん。今までがちょっと違ったけどね、前の天皇さん。まあまあ、まあ、うん、平成の天皇さん途中でね、辞めちゃったけど、あれもまあそういう理由なんやけども、まあ、うん、あのあたりからですよ。あのあたりから、平成の天皇さんが降りたあたりからが、もう、うん、なんていうのかな、その、うん、皇室は、なんていうかな、皇室の意見聞きません、うん、皇室反対みたいな、なんていうのかな、うん、もう俺たちが握ってるぜみたいな感じですよ、政治の方が。こんな感じになってしまったんでね、やっぱもうこれ、どうにもこうにもならんという形になってると思いますよ。うん、まあまあ、それも日本の政治も、まあ、言われた通りやってるだけやけどな、これな。なるほど。まあ、その、なんていうかな、会社のレベルで言うと、日本の総理大臣なんて、なんていうの、課長とか、それぐらいの係長ぐらいのレベルですよ、世界で言うと。まあそんな感じなんで、まあまあ、なんていうんだな、うん、まあこういう過渡期っていうのは、いろんなものがこう透けて見えるっていうかな、もうみんな見えてきてると思うかな、もう丸見えみたいな感じ。ただメディアは、隠し続けてますみたいな、そんな印象。うん。まあそんな感じで、うん、まあちょっとこの夏な、で、まあ明日が夏至、今日かな、夏至なんのかな、まあ一番日の長い夏だろうな。はい、夏至冬至ってあるでしょ、はい、
今日か明日違うかな、一番日の長い日は折り返し地点ですよ、1年でいくと。だから、はい、まあ、次は冬至に向かって日が短くなっていく。うん、ね、まあ、お天道さんが、それお天道さんが輝いている時間が日没までが朝、日の出から日没までが長い日が、はい、今日あったかな、明日だったかちょっと忘れたけど、そんな感じですよ。はい、まあ、ちょっとなんか体力的にいろいろ疲れててね、なんかしらんけど。何が疲れたんですか？めんどくさいことが多くて。うん、ああ、仕事でね。なるほどね。で、まあね、まあ、今度の、うん、衆議院選挙、解散総選、解散後の衆議院選挙とかな。で、まあ私のその住んでる地域も9月に市議選があるわけよな。はい。で、まあちょっと応援というか、うん、応援したいと思ってね、いろいろやろうと思ってんだけどね、これね、やってるとね、思うんやけどな、いつも言ってるから、20対60対、262の法則とか、はい、15対70対15の法則って、これいつもこの動画で言ってるよね。はい、で、この法則が、まあ、宇宙法則として正しいかとか正しくないというか、まあ、原理原則なんやけども、うんうん、民主主義、いわゆる投票で誰かを選ぶ、政権を選ぶ的なもんって、根本的に正しいもんならないよなって思うんだ、うん、投票でね、なるほどね、うん、この矛盾っていうかギャップっていうかな、うん、要は、マス層の7割で、下位の 15% で、上位 15% で、まあ、意識のある人とか正しいことを理解できる人とか、うん、ね、そういう人たちは上位の 15% におるんやけども、あくまでこのマス層がやっぱりなんていうかな、その不健じゃないけど、まあ、数としては論理でいくと数としては投票権としては力あるわけだわな、うん、でそことその宇宙法則とこう考えると原理原則とこう考えるともうなんか矛盾だらけでやってることが矛盾だらけでな、うん、まあこういうちょっとなんか、うん、母って疲れるみたいなことをやってたりするわけよ、なんとなくわかると思うけどな、うん、はい、だから決してね多数決の原理で数が多い方が正しいっていうわけじゃないっていうのをちょっとな、みんなが理解していかんとかんわな、もうそろそろ。そうですね、ダメですね。うん。確かに。ワクチンがええ証明やったわけでしょ、それが。確かに、確かに。そりゃそう。ね、ね、うん。3年前の少数派が今は正しいになってしまったわけなんでね、これ。そうですね。だからな、ちょっと考えなあかんよな、いいんじゃない、これ、うん。はい、行きましょう、今日も。今日のテーマは、前回の、うん、まあ、前回、前々回かな、行動ってことですごく、まあ、再生数見られて、皆さんやっぱり行動というところに関してすごく興味があるんだなっていうのが見て取れたんですけども、うん、じゃあ、その行動に基づいた延長線のところですごく僕も話したいなと思ったんですけど、やっぱり行動にやるとなんか事実上がもの発生します。その後って、やりきる力ってめっちゃ大事じゃないですか。なんかを手に入れるためにやっていくとか、達成するためにやりきるとか、途中で投げ出さないやりきれる力っていうのが必要だと思うんですけど、まあ、まっちゃんも現状いろいろと不動産やったりとか、まあ、もともとツリーの時もそうですけど、いろんなものをやりきって今現状あると思うんですよね。で、そこで今日話していきたいのは、そのやりきる力っていうのは、一体根本的には何なのかっていう、その、どこからそのやりきる力というのが出てきて、それが最終的に結果として出てくるのか。まあ、行動はさっきこの間言ったように、まあ、その自ら選択して行動を行って自分を変化させるっていうのはその通りなんですけど、だから変化されたものをこれやりきんなかったら意味がないと思ってるんですよね。なのでそこをちょっとお話ができればいいかなと思っていて、今日のテーマにしたいと思います。で、まあそんなことを言ったとしてもまた、わかりにくいというか、具体的がないっていうんですけど、まあ、僕自身やりきる力って何かっていうふうに考えてみたんですけど、やっぱりやりきるのって、やりきった先の未来を明確化させることなんだろうなっていうふうに思いますね。未来法則から見ても、10年、20年先の自分をちゃんときちんと想像して行動すれば、まあ、やりきることができるのかなっていうふうに僕は思っております。まっちゃんはどうでしょうか？まだざっくりしたね。難しいんですけどね。いきなり振ってますからね。いきなり振ってるんですけど、まっちゃんだったら、まっちゃんの経験談でいいですよ。はい。まあ、
俗っぽいところで言うと、俗っぽいところで言うと、継続っていう話ですよね。で、継続させるにはやっぱ好きじゃないと続かんよな。これ俗っぽい話できる、そんな感まあ、じになる。それは俗、すごい俗っぽい話で言もういそましこたらね。辺、そこら 辺、飛びそこまらした辺ね。話ですよね。まあ、それはそうですまあ、わ。好きなことじゃないと続きませんよと。ただまあ、好きなのか嫌いなのかっていうのも判断するのも自分自身ですよというまあ、それは行話動しです。ないと意味がないよね。確かにね。だから好きになればいいわけですよな、今度はな。もうこれはもうご自分でやることなんて簡単なことやと思う。それ好きと思うと。思えば好きになるんで、それは継続できますよということやな。ただまあ、その継続は大事なんだけども、なんていうかな、ある一定程度のその実りあるものにするためにっていうのも俗っぽい話になってくんねんけども、突破力的な話になってくるな。まあ、同じ商です売よ。的突な破話。力ですよね。それは変わんないと思います。そうですよね。上げる的ってことな。だから、これ、突破力的な話って、結局、そのタコツボの中の、タコツボ、ことっていうか、概念みたいなもんでおったら、なかなか難しいんですよ。もう、なるほどね。決められた、決められた感とか、決められた概念とか、なんか、同じようなものが外にある、あって、それと同じようなことをします、的なことって結構難しいんですよ。ただまあ、なるほど。全く全然今までなかったことっていうのはないにしても、まあ、似たようなことっていうか同じような、業種的なことであっても前何だいぶ前の動画でも言ったと思うけど、どういうふうに既存にあるものを新しいものに置き換えてこう価値を生み出すみたいな話になっていくと思うな。まあこれ商売であっても生活であっても人生の設計であっても同じだと思うわ、これ多分。なだるからほそど。こは発想力っていうことになってくるんですわな。で、まあ、何やったっけ、何やったっけ、あ、じゃなくて、行動、何やったっけ、テーマ。やりきる力ですやね。りきる力。ああ。行動よりかやりきる力。いや、行動しました。まあ、行動力はいいんですよ。ただ、その行動した結果、やりきらないと意味がねえじゃないですか。そう、そのやりきる力的に、まっちゃん的に、どういう考え方、どういう思考からで、やりきってきたのかっていうのは、聞きたいところなんですよね。多分、必ずみんな、やりきる法則ってあると僕は思っていて、ああだこうだ言って、本とかによって書いてあるじゃないですか。この、やり抜く力って有名な本ありますけど、こういうね、こういうやつありますけど、やり抜く力っていうのも。だから、まあ、これは、まあ、一つの成功例じゃないですか。まあ、どういうものを、まあ、これこそあれですよ。もうマスに向けた言い方かもしれませんけど、この本に書いてある内容は。ただ、現実的にじゃあ、やり抜く力ってどうすればいいのっていうのは、原稿化したいなと、心の中であって。逆に聞くけど、やり抜けないってどういうこと？やり抜けないっていうのは諦めるってことです。諦めないっていうのはどういうこと？諦めない、いや、諦め、あ、あ、き、あ、諦そめうだ、る、諦め諦るっめていす。うのは。と諦めるっていうのは、もうできないとか、逃げるというか、要は、もう耐えられないというか、結局、好きなことやることって、僕の中で思うのは、嫌いなことやるのも同じだと思ってるんですよ。結局、好きな中には、嫌いなこともやんないといけないと、先進めないっていうのは思っているので、そこが投げ切っちゃうと、途中でやめちゃうことになっちゃうのかなって、やり抜けないのかなと思う。だから要は、好きなことプラス、その好きなことに絡んでくる、ちょっとした人、苦手なこと、嫌いなことも、できることが大事じゃないのかなって僕は。多分ね、これね、簡単に言うと自分を信じる力違うかな。自分の、ああ、なるほどね。自分を信じる力。ほう。漠然と。漠だ然から、と。諦めてもいいんですよ。その生き方として諦めるとか、その努力することを諦めるとか、これもくだらんかとか違う方や。これは別にいい、その人それぞれなんでいいんやけども、やっぱりやりきりたいっていうことは諦めないっていうことですよね。諦めそうないっだて、ね。あってから仕方ないんでね、やりきるってことは。で、その諦めて途中でやめるっていうのが僕には理屈がちょっとようわからんっていうのが、今話聞いててずっと悩んでたんやけどな。ななるんほでどかね。なって思って考えてたから、僕はあんまないわけよ、そういうこと。ない、あんまりと全くないわけよな、その概念が。で、はあ。なんでそんなことを諦める的なことが出てくるのかなと思った時に、多分自分自信がないっていう状況やと思うんですよ。だから、やろうとしてる行為とか、理想としてる行為とか、そういうものに対して自分自身とか分離してるって感じになってると思う、それ、諦めるっていう、やっぱりね。だから、
もう僕の場合、その諦めるとか諦めないという概念もないっていうのは、もう一体となってるって感じなんです、その自信がね。はあはあ、で、言い手はもっと言うと、その自信あるないみたいな、もう概念がないっていう感じ。これ前も何回、前も、だいぶ前の動画でも言ったけど、だからもうその自信があるないそのものもないと、そんな考え方も持ってないっていうことなんですよ。で、仮に、その、最終的なゴールがどこか、どうとかこうとか、商売的にどれぐらいその利益出したら成功か不成功かとかな、その人の主観なんで、これは何とも言えんねんけども、はい、うん、ある一定程度これぐらいって自分が思ってるとこよりも、さらに突き抜けていくっていうか、もうその要はね、単純に言うと、自分には何もできないことなんて何もないみたいな。はい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 、俺にできないことなんてこの世にはないぐらいの感覚って思うっていう感じ違うんかな、どうなんかな。だからいや、まっちゃんどうだったんですか。前言ったでまっちゃん自身ないからって言ったって、ないとかそういうのをもともと持ってないとおっしゃってるじゃないですか。でも結局のところ何かしらそのやり抜くために日々やってたことだったりとか、やり抜く時にために日々何かしら行動してたことってあるのかなと僕は思ってたんですけど、そういうのない感じですか。もちろん行動しますよ。行動あの因果関係ですからね。因果法則。やりますよね。だ例えば具体的にどういうことを意識してやってたのかとか、うん、そのマッチャン自身その船に乗ってた時もそうですけど、それをやり抜くためには日々どういうことを意識してたとかっていうのってどういう、例えばどういうのを意識してました。まあこれだから今回この今日のこの話はどちらかというと商売的な話によっていくわな、人生設計とか。まあそれに似てますよな、うん、はい。そういう感じでしか答え言いようがないわね。逆にその生き方っていうか、その何て言うかな、もっとぼやっとしたところでいくとどうしても答え出にくいんで、もう人それぞれ。はいはいはい。今日はどちらかというと商売的な話とかな、はい、自分の設計的な話になってくるわな、俗っぽい話に、これは。そうですね、まあ、最終的に俗っぽい話になるの、まあ、それやりにくって、でも、僕の中でその恋愛もそうだし、全部つながってると思っているんですよ。まあ、それも人生だからね、うん、だから、まあ、これ、いつもの話と一緒で、その俗っぽい話でいくと、うん、そのさっきの自信があるないとかな、その、うん、それと同じで、制限かけるわけよ、なんかわからんけど、いろんな人って。その自分自身の能力とか、やろうとしてることとか、そのなんか壁に当たった時に制限かけるわけよ、自分自身で勝手に、もうこれ以上無理だとかな、フィルターね、はいはい、でなんかこういう縛りがあるから無理だとか、うん、こういう規制があるから無理だとか、うん、世の中景気不景気だから悪い、不景気だからダメだとかな、うんうん、もうこの世の終わりだからダメだとか、うん、その結局制限かけるわけよ、一生懸命そのできる理由というか、うん、やめる理由を考えるわけよ、諦める理由、うん、だから逃げ道探すっていうわけじゃないけども、そのなんていうんかな、どっかで制限かけてるリミッターをこう、リミッターのてる自分がいます、うん、リミッター外せない自分がいますみたいな、いるわけよ。でね、はい、そのまあ例えばじゃあその商売初めてね、はい、商売初めて会社創業当初にね、その1日8時間しか仕事しませんとか、はい、10時間しか仕事しませんとかな、はいはい、で1週間に1回休みますとか、そんなことやっとったら商売なんかそんな成長しないよな、もちろん、うん、会社やったことは分かるけど、その24時間行きますよぐらいの勢いよな、最初は、うん、休みなんか当然な、またただまあね、休みと仕事が一緒になってるみたいな状態やわな、自分で商売やるから。まあ自分で商売やると毎日だから24時間仕事、24時間仕事やし24時間遊んでるようなもんすよ、どっちか。だから結局だから要はいつ休んでるか分かんないですから、まあ、別にいいやと思ってて、だからもう毎日ブラック企業みたいな感じで、もう常に仕事のことも考えてるし、常に仕事関係もやってるし、遊んでるしみたいな、よくやってますね、はい、だから全部が全部概念的なもんですよ。だから朝の何時から夕方の何時までが仕事の時間よねって勝手に思ってるとかな、うん、日曜日は安息日って勝手に思い込んでるとかな、うん、であとまあ何やったっけ、その、うん、こういうことをやるにはこういうルートじゃないとダメですとか、こういう、うん、商品を作るにはこういう生産工程じゃないとダメですとかな、うん、なんか勝手にそう思い込んでるもんってあるんですよ、だからなるほどね、はいはいはい、だからその
結局全部のその常識的っていうそこら辺の概念を取っ払って自分は何でもできる、自分は神だ、自分は何でもできる、俺にできないものはない的な発想でいくと、その諦める的なもんなんてないですよ、そもそも、そんなものも。で、やりきるもやりきらないもないですよ。勝手にそうなっていくってことですよ。だ要はただ、言い方俗っぽい、今日は俗っぽいコーナーで行くけど、その望んでる自分の形とか、望んでる自分のその会社ブランドの形とか、望んでる自分の生活的なレベル、生活的な感じみたいなやつって、もう設定してるわけですからね、それ始めたと。それはできますよ、その通りに。いや、だから、俺いつもこの動画で言ってるけど、今目の前に現れてることとか、その自分の生活的なもんとか仕事的なもんも全部そうですけど、望んでるとになってるからね、これみんな。だから不平不満言う人おるけど、望んでないとかな。思い通りになってない自分がおりると、もっと幸せになるにはどうしたらいいんだろうかとか言いながらやってるってことは、望んでる通りになってるわけですよ。これいつ自分もが言っだからてイるけど。メージした通りの方のやつが現実になりますよな。だからそのイメージがないってことですよ、ただ単純に。なるほどね。だから、イメージがないのにそうならないよ。だって、なりようがないじゃないですか。確かに。おっしゃるいや、通りだでかすら、ね。ラーメン食べに行くのは、頭確でかに。ラーメンイメージしてラーメン屋行くはずやねんけど、それは簡単にやるくせに、確かに、自確か分の人生においては、人生設計においては、それやらない。こんな不思議な話あるの？ 俺、わからん。に。やり抜くためには、最後までやりたいんだ、そのイメージを明確化させるっていうイメージ力が大事だってことですよね、要は。いや、当たり前、イメージにないものはならないよ。まあでも当たり前でも、当たり前のことができない人もいるわけじゃないですか、イメージですもるっ見てている、う。見てる人、言う人おると思う。いや、イメージしてるけど、そうならないんだと。言う人おると思うねんな。これはイメージじゃなしに妄想ですよ。ただ妄想してるだけやからならないんですよ。妄想とイメージの違いって似たようなもんだと思っちゃうんですけどね。妄想っていうのは、どっちかっていうと、あまりにも自我が、逆に妄想の方が自我がよ、自我ね。自我は弱そうな気するけど、妄想の方が自我が強いんですよ。ある意味。なるほどね。あれ、妄想って自己犠牲はないんですよ。ただ単に羨ましがってるとか、妬みとか、こう、憧れ。要は分かりやすく言うと、他人任せの状況ですよ、妄想っていうのは。妄想はダメ。他人任せダメです。自分で開かないとね、道をね。他人任せというか、社会任せというか、世の中任せというかな。ダメな人間じゃないですか、それは。ただな、これ、前回の動画でも言ったけど、宇宙の法則としては、宇宙に委ねますと、天に委ねますと。言ったよな、俺な。言いましたたね。だそれね、はもうこの何度も僕、委ねるっていう宇の宙は、と繋がってるってのは僕何度も聞いてますよ。だから委ねるっていうのは、やるべきことをと、その限界までやって初めてそういう委ねるって言葉が出てくるわけですよ。もうこれ、やれんということなんで。そうでしょう。だからそれを妄想の状態で天が天に委ねたってどう、ふら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 浮いてるだけやから、それ。だから、要は、引き寄せの法則的な話って俺あんま好きじゃないけど、ただ、イメージがなさすぎるっていうのが一番あると思うよ。だって俺、不動産がそうじゃないですか、2年で終わるかっていうのもイメージがあるからですよ。これ何をイメージしそたのかっイて言っメージたら。があるっていうところで突っ込んでいくと、あれ、引き、いうのは、どれぐらいのイメージが大事だってことなんですか。要は、鮮明にイメージすることが大事ですよね、多分ね。もちろんですよ。ですよね。鮮明にその、ものから名前から全部鮮明にイメージできれば、その通りになりやすいってことですよね。そらそうです、そらそうですそうよ。だよね。だから、イメージって言ったら、どうも皆さんなんかぼやーってしたもんやと感じられるけど、そうじゃなくて、工程表みたいなもんですよ、僕からしたら。工程表 なるほど。今の表現は、工程表ですか？びっくりした。だぼからやー自言うとっ分た。が、だから自分が、これね、どうしたらいいかな、自分が神なんでしょ言って神ですね。そうですう。ね。自分。自分が神で、自分が宇宙の創造主でしょう。わかりやすく言う。なんでかって言ったら、自分をコントロールできるのは自分しかおらんから。そうこれはね。自分しか前ないな。ですからね。そう。それはもう、間これだ違いけない。もわかるよね。Yes, だ yes, から、yes. で、自分をコントロールできるのはもう自分しかないということは、自分をコントロールできれば、
その世界を変えれるわけですよ。自分の中の世界を、ね。そうですね。変えられますね。はい。自分の中の世界を変えるっていうことは、自分の中の宇宙を変えるってことじゃないですか。うん。ということは、うん、ということは自分が神なんですよ。いいですかね。うん。うん、っていうことで、ってなるとね、その、予言すればいいわけですよ。自分に対して、イメージっていうのは。どうですね、予言者、はい。予言者ですね。なるほど、はい。自分の人生に対して予言して、それを工程表通りにやっていくと。はい。だけの話、はい。だからそこが、ないんですよ、多分。だから、ね、イメージとしては、外に、外界にもっと大きな、その、世界とか、なんか、みたいなのがあって、はい、その中で、なんか、ふらふら漂ってる自分がいます、みたいな、そんな感じに思ってる人が多分多いと思うんですよ。意味わかるわ。わかるわかる。だから、その、大きな宇宙の中の、私はちっちゃい一人です、みたいな感じでイメージするから、そこができないんですよ。思い通りにならない。うん、だから自分がその宇宙の創造主で神様、神であれば思い通りみたい。確かにね。確かにね。やっぱり、ね、かかるよね。だからこれね、ファイヤーセルフとか、はい、その、そういう話でもないわけよ。めっちゃ極めて単純な話で。要は、自分を制するのは自分しかいませんっていう話になってくるんですよ。はい、なるほどね。ごもっともすぎて、ごもっとすぎてそうですね。はい。そうだから、それやったらもっとその厚かましくなればみたいな話ですよ。思い通りに。はいはいはい、はい。ほぼほぼないんで。はい、はい。いや、これ、現実的にそうやから、ほんと。確かにそうですね。はい。うん。だから、そうなると、今度、商売的なもんとか、いろんなもんをひっくるめて、はい、何か、例えばブランド的なもんで、その、財やサービスみたいなものを、はい、その商売としてやっていた時も、はい、あの、あっちゃん多分分かると思うけどね、そういう人たちってオーラがすごいんですよ。オーラ分かる？うん。その、オーラってかエネルギーがすごいですよね。はいはいはい。エネルギーが出てるわけも、そういう。100% 出てますよね。だってすごく、それはすごく感じますよ。だから、あの、一緒にいるだけでエネルギーが強すぎるんで、もう、こう、エネルギーのシャワーですわ、状態は。うん。そういうことですよ、うん、単純に。なるほどね。だから、ね、うん、大きな外界の大きなものの中にいるちっぽけな私っていうのをやめようぜみたいな話ですよ。なるほどね。はいはいはい。わかるな、これ。わかる、すごいわかりやすい。それは思いますよ、確かにね。だから結局なところ、結局自分の意識で自分のパワーだったりとか、そういったものをやり抜く、やるぞっていう熱量がもう根本的に大事だってことですよね。本当にね。まあだから、ねえ、その、まあ、魚釣りの商売、ねえ、もうこれ、ま、この動画では何回も言ってるけども、ねえ、売却した、その、はい、フィッシングプランだよな。はい、あれは12、3年ぐらいやったかな、自分でな。うん、もう4、5年前に売ったけど、その会社はね。はい、で、まあ、ああいう、たかが釣り屋はない、世の中の人から見たら。で、まあ、あの、うちの親父はね、これ死んだ親父なんですけど、はい、この死んだ親父は昭和16年生まれやったわけよな。はい、16年前、はい、もう10年ぐらい、7、8年ぐらい前に死んだから、10年近いですよ。でね、はい、その僕ら、我々がその子供やった頃、子供っていうか、まあまあ、その高校生、大学生とかな、そういう時に、はい、まあ、俺、どちらかというと、会社員的な仕事ってあんまりやってないんで、ろくでもないよ、はい、取ったから。うん、だからやっぱその魚釣りの商売なんかもね、僕始めた時なんかでも、やっぱりどうしてもそういう時代の人たちからしたら、もうちょっとまともな仕事せえよって言われたわけよ、どちらかっていう流れよねってこと、うん、会社行って課長になったり部長になったりせえよみたいな話よな、分かりやすい。まあまあ、それでもそういう仕事、魚釣りの仕事やってね、結局、まあ、さっき室、インドネシアの話になったけどな、皇室が行ってますみたいな、この釣り、たかが釣りのブランドっていうかな、そういうので世界中回って、まあまあ有名なブランドになってね。はい、で、まあ、例えばインドネシアだったらスハルトさんとかな、はい、大統領ですよな、元、ああいう人らと、ああいう人たちとも一緒に釣り行くしな、やっぱ呼ばれてな、はい、うん、うん、だから、あのね、たかが趣味の世界でもとことん行けば、なんかそんな感じになるわけよ、どっちかと。ああ、いいですね、なるほど。まあ、ミクロネシアなんかでも特にそうやな、あんなちっちゃいなとこやったら、まあ、そのやっぱ、海洋資源の豊富なところってどっちかっていうと、その王族とか、うん、豪族っていうか、まあまあ、そういう連中も魚釣り好きなわけよ。はい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 。いまあちょっと話飛んだわ。ええわ。で、何やったっけ？やり抜く力についてですよ。やり抜く力、でもやり抜く力も答え出ましたよ、今。
結局のところ、やっぱりやりにくい力っていうのが大事なのって、結局イメージを明確化させて、イメージを、そのやりたいイメージを本当に細かく細かく詳細的にやって、まあ、行動しながらね、すれば自然的にやり抜けるっていうのが答えですよ。考えてるだけだから、やりながらね。やりながら、要はやりながら、だから最初なんてイメージつけない、みんなつかないじゃないですか。で、やりながら自分がこうなりたいってを明確に言語化して、それを人に伝えられる状態になれば、その会うたんびに会うたんびに自分の理想上の自分でそれを発言できるじゃないですか。そうするとその自分のモードになれると思ってるんですよ。うん、その自分のモードになっては、あとはその自分のモードになるために、あとは試行錯誤をしていけばいいので、やり抜けるのかなっていう結論になりましたよ、僕の中では。うん、まあこれ、まあ、愛ちゃん、まあ、見てる人もこれ、この動画見てる人は皆さん分かってると思うけど、その通貨的なもんとか資産的なもんだけが、そのなんていうのかな、そこへ行く道みたいなもんじゃないんでね。だからそうね、うん、結局、自分自身のその力的なもんですよ、やっぱ。うん、そうですね。はい。うん、眠ってる潜在的な力っていうのを、そこへまで持っていくっていうことやと思うな。これから独立になってくると思うわ、はい。もうそれこそチャット GPT がほぼほぼ全部するからな、知識で。まあそうですね。だから結局なところ、AI でやれることは全部できちゃうわけだから、だから人間性、うん、人間が何か必要なのかっていうのはありますからね。うん、だから、まあ、どちらかというと言い方悪い。はい、デジタル的なことは全部機械がやるからな。あ、もうやります、やります。だから結局、うん、デジタルでできること、人間ってのはやっぱ考えるとか、まあ、だから要は勉強ができる、できない置いといてとか、置いといて、人間ってのは考える生き物だし、考える生き物は無限大な可能性を持ってるわけだから、いかに考え、考え、考え、自分の意識を持たせるってことが大事かなと思いますけどね、やっぱりね。人間の役割は極めてアナログですよ、今回は。だからもうね。そうですね。だから。知識とか、そういう、その集積っていうか、そういうものは全部 AI に変わるから。そうですね。だから、うん、人がやるべきアナログ的な方向っていうのは、やっぱりね、はい、自分の考えですよ、やっぱり。まあまあまあ、それはその通りだと思いますよ。だから結局のところ、本当に、最終的にアナログに戻ってくるんだろうなって、今はデジタル、とアナログ融合してデジタルの方が人間が、ね、そう使いこなせって言うんですけど、結局はそれがまた戻ってくるので、アナログもデジタルも同じなんで、やり抜く力っていうのも本当に結局はそういうことなんだろうなって思いますね、うん、もう自分自身の本当考え方ですよね。で、考えるためにはその学ばないといけないよねっていうことだな。要は教養がいるよねって話ですよ。だから教養が必要、やっぱ教養でしょ。今、大学、例えばね、大学ってあるでしょ。はい。で、今、大学ってどちらかというと人気学部っていうか、とりあえず行くところって言ったら経済学部とか法学部とかな。わけのわからん。あれ、経済学部っていうのはどちらかというと、サラリーマン養成所みたいな。あれ、はい。経済学部なんていうのはもういらないわけよ、これから。ああ、そうなんですか。なるほど。GPT の経済学みたいなもんは、ある意味。うーん、で、法学に至ってももう、チャット GPT でええでしょ、もう、多分。まあまあまあ、要はチャット GPT もまだまだ古い情報なんであれですけどね。ただ、データベースの検索エンジンとしては優れてるわけだから、まあ確かにそれはそうだなと思いますかな。で、だからね、例えば大学っていうのも、変わっていくから変わっていくやろなっていうのは、はい、まあ今もそうやけど、医学部とか、これからね、西洋医学ひっくり返っていくからどうなるかわからんけど、はい、医学、薬学とか、なあ、ああいうもんってどちらかというと専門学校みたいなもんじゃないですか。大学まあまあまあ、そうですね。専門職だよな。はい、ああいうもんで、まあまあ、残っていくんやろうけど、俺、でも法学部、弁護士なんてもういらなくなると思うで、こっから先に進まなかった。要は変な法律作って、そこに利権でしょ、あの弁護士っていうのは大体。人、世の人が揉めりゃ揉めるほど仕事が増えるわけですからね、あの連中。はい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 。やっぱ法だろな、もう。なるほどね。でね、やっぱ教養って、っていうか、例えば、書物とかな、例えば、ドフトエフスキーとかあるやんか、はいはいはい、ああいうもんとか、日本で言うと源氏物語とか、はいはいはい、ああいう、まあまあ、今日、あれを、ああいうものをどう見つめるか、みたいな感じ。どう見つめるか、なるほどね。
おもろいな。どう今の時代にデザインしていくかみたいな感じ。ああ、それは、その発想おもろいな。なるほど。の方が、世界では役に立つと思うよ。うん、世界出ていったときには、うん。なるほどね。はいはいはい。感性な。ああ、なるほどね。はいはい。俺ね、二十歳過ぎぐらいの時に1年間ぐらい何にも仕事せんと、カフカとかドストエフスキーとかあんなもんずっと読んどってな。そうなんですよ。1年間やってなかったから。ちょっと頭おかしいな、そうなんだけど。まあ、でしょうね、うん。あのね、意外とね、アメリカとか、ああいう英語圏内の国じゃなしに、英語以外の言葉を言語にしてる、まあ中国は別だけどな、そういう国々って意外とこういう、はい、その感性的、教養の感性的なもんって結構大事なの、本当。うん。関わり合っていこうと思うと。やっぱ、ね、その人がどう考えてるかとか、その人がどういう人だ、的なもん。なんか今日話がだんだんなんか欲しくなってきたけど、ちょっと戻さなかった、これ。まとまりがない方向行ったら。まあ、だから、まあ、本当自分のその自分の人生設計みたいなもんっていうのは自分が強く思うっていうだけ、強く思ういつもイメージするだけの話でしょ、簡単に。本当はいはいはい。なりたいと思う、よくあるよく言う話あるじゃない、なりたいと思う自分に向かうみたいなやつと確かにね、ちょっと違うと思うしな。はいはいはい、なりたい自分がそうイメージしてるから必然的にそうなりますって話なんですよ。結局イメージ力とそのイメージ力のためにやっていくってのはやっぱり自分自身をやっぱりイメージコーディネートしていくってのが大事ですよね、やっぱりね。やっぱりなんだろうな、みんな結局のところ結局自分から逃げてる部分もあるんでしょうね、できない人って。いや、逃げてるという言い方じゃなくて正面から向き合いたくないっていう感じだな。ああ、そっちか。いやでも結局同じじゃないですか。正面から自分を見たくないのと逃げてるのってさ、定期的にさ。うん、だから、まあ、何事もなく生きたいみたいな。いや、無理無理、そんな何事もなく生きることなんてできないから、と思いますけどね。いや、でも何事もなく終われたらいいと思ってると思う。いや、終われたらね、僕だって幸せだなと思うし、世の中は全員幸せだけど、世の中なんてそんなね、何事もなくね、生活できるなんてありえないと思いますよ。100%。いや、うん、退屈よ。まあ退屈か。退屈、まあ、そうね。で、結局人間って、なんだろうな、あのね、これ言うと語弊生まれるんですけど、僕の中の定義ですよ。やっぱりなんか、その、過ちを犯すようにできてんだろうなと思ってて。やっぱ結局、うんうん、その、どんなに優れた人間でも欠点もあるし、ダメなとこもあるわけだからし、だから結局なんだけど、全員やっぱり過ちを起こすことが、当たり前って思っちゃいけないんですけど、ただ、人間ってそういうもんだよなって思っちゃいますけどね、やっぱりね。完璧なやついたら。まあ、過ちというよりは、言葉正しく言うと間違いですわな。で、これ、やっぱね、それ天が言ってくれてるわけよ。修正しなさいって言ってるわけよ。そうよね、そうですよね、うん。うん。で、それをその天が言ってることに対して受け入れて修正して、お天道さんが、それでよし、みたいな。よし、やったね、みたいな。で、そのお天道さんの言うことを聞かんと、間違い続けてると、最後は、もうどうにもならないようになってしまうんだ、うん、そうそうでしょ。結局なんか自分の信じ神を信じるっていうね、この間の前回の話じゃないですけど、神を信じるとは言わないし、まあ、自分たち勝手に好きな神道だって好きなものを信じろっていうふうに思うタイプなんですけど、ただいや違うって、だから神は自分やって、あ、まあ、いや神は自分なんですけど、ただその神は自分で天がサポートしてますみたいな、宇宙がサポートしてますと、その宇宙 の、その意識、宇宙意識を取り入れなさいっていうことですよ。だ神はあくまで自分なんで、これ、神社の人に言ってくれた、こんなこと言ってるやつがいますって言いました、言いましたら笑われてましたけど、ニヤニヤ。笑ってた。笑ってましたよ。そうでございますって言ってくれなかった。すごい笑ってて、まあ、でも。その人も神社はね、そのお金儲けで使うとダメだって言ってましたね、やっぱりね、うん。結局神社やってる人たちってみんなお金儲けに走っちゃう人もいるからだからよ。うん、だからお金儲けに走っちゃいけないよねって話してますね、本当にね。いや、まあ、走る走らんっていうよりバランスの取り方ですよ、やっぱ。だからバランスの取り方って、だから要は信徒を集めると今度は信徒を集めたからって言ってお金儲けだって言われるしみたいなね。いや、そうじゃないんだよって話だし。逆にそれを思ってるときは、そういう嫌からが多く来ちゃうみたいな、そういうふうに思ってるときは。
そうそう、だからまあ、今日の冒頭でお話したようなね、その選挙活動的なもんもそう一緒でね、民主主義の選挙活動的なもんも一緒で、やっぱバランスの取り方なんですよ。で、自分の意識とか、そういう、なんとかな、配分的なもんがあまりにそっち、その神社やった金儲けに偏るとか、その、自分の何て言うかな、生活の時間的なもんがあまりにも政治活動的な方に偏ったりするとバランスが崩れるんですよ、やっぱ。崩れますで、ね。ああいうもんっていうのはどちらかというと、その自分でコントロールできないもんなんですよ、ああいう政治的なもんっていうのは。もう外の人たちが勝手にやってますぐらいの世界なんで、であんなもんにどっぷりはまると、やっぱどうしてもな、もう疲れるんよな、やっぱな。で、その敵対意識みたいなもんも出てくるしな、わけの分かってないやつに対しては、みたいな話になってくるんで、やっぱりね、僕、神社運営も、自分の会社もそうやし、神社もそうやし、何でもそうなんやけど、やっぱりね、自分の、その、価値観的なもんとか、意識的なものを理解できる人たちで回そうがいいよ、やっぱ、あいちゃん。この動画と同じ話やけど。だって、理そうね。解できないとか、自分とこの商品に魅力感じてない人に何かを売ろうとするから売れないわけですよ、そんなもん。だから、その理解できてる人だけに売ってやってたほうがいいわけですよ、そんなもん、そうそう、お相互いの理解と、そうそうだと思います、僕も。手。でも、そういう感覚的に合わない人はその自分の周りに寄せつけないってことですよ、もう。だって。そうね、やっぱり結局自分の感覚が合ってるというか、自分のその、ピンポイントに合ってる人同士と繋がった方がいいですよな。それは思いますよ、やっぱり。でしょっていうことはどういうことかっていうと、これ見てる社長、自分にご紹介してる人なんかでも、そうそうそうと思うのは、もう金に寄ってくるやつおるわけですよ、営業マンとかな、なんかわけわかんない。で、あんなん来たらうるさいとみんな思ってるわけでしょ、もっとし電話かけてくるやつも。あだって話しててもつまんねえもんな。れと一緒よ、結局は。だから、その仕事的なもんもそうやけど、必要もないようなところに電話かけて、これどうですか、あれどうですかって押し売りしてくるようなセールスマンおるじゃないですか。まあ、いますね、はい。あんな生き方やめようぜと思うよ、これ本人もそう思ってると思うけど。本人をしたくないけど、生きるために必死なんですよ。なあ。生きるために必死なんですよ。だから生きるためでにも、必死っていうことは、でも必死、生きるために必死って、それ本当に自分の、それって、なんだろうな、自分の、本来自分のやるべきことなのって見えちゃう、思っちゃいますよね、結局ね。そうですよ。だから結局ね、その仕事的なもんも商売的なもんもそうなんですけど、価値創造なんですよね。で、その無理やり売ろうっていうことは価値のないものを売ってるわけでしょもうね、う。その価値を感じてくれる人たちが集まってきて、そこへ、それが皆さんにサポートしていただいて、お代をいただく的な形じゃ結ないです局か、なん本か来。価値の創造じゃない、価値の情報交換じゃないですか、結局さ、価値の交換だと思ってるから、本当に、そうするとなんかマスみたいな話になっちゃいますけど、またね。今日はちょっと奥深い話、なかなかできへんかったけどな、質問が悪いからな、これ。すみません。でも、やり抜く力っていうのはやっぱり大事っすよ。やっぱりでも奥の話、深い話だって。結だ局そから、こ。まあ、自分を信じる力的なもんって、じゃあどうやったら、その信じれるよう、心底信じれるようになるのって言ったら、それは、やっぱり、そういう、なんていうかな、そういうチャレンジっていうか、コツ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 、自分がイメージしてるところへ向かって、一つずつこの問題もクリアしながら、崩して崩して、そういう問題を崩して、一つずつクリアしていくと、さらに自信がついてくるみたいな。だから、だん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 もう、私にはできないものなんて何もないっていう感覚になってくるのよ、不思議と。なりますね。ほんだらできないものなで、できないことなど何もないと思ったら、それに向かって、またやっぱり時間かけて、労力使ってやるんで、扉開けようとするから、で、またその扉が開くわけもな、これ、まあ、なんか不思議と。ほんならまた次の扉が出てきたら、これも簡単に開くぜって言って、まあ、ただね、ちょっと難題な扉であればあるほど、人様より3倍とか5倍とかの時間を費やすよな、それも夜もねんとやるわな、だからやっぱり。なるほで、これ扉が全部開いてしまえば、ああ、出来上がったのね、みたいど。
そんな感じですよ。だから、その扉を開けるとこでやめてしまうってことでしょ？諦めてしまうってまあことでしまょ？あまあ、そういうことでしょうね。そういうこともうですそね。れは自分で開けるしかないですよ、そんなもんは。自分で、でそ開けの、なさいと。はい。一個ずつ開けていくことによって自信がついていくんですよね、やっいいでぱ。すね。いいね。そうですね。うん。自分が正しいっうん、ていう自のが、信をそつけるから、じゃあどうしたらいいですかっていうのはこういうことですよ。これしか方法はないですよ、もうやっぱり。う。なるほど。でも、やっぱりわっちゃんは明確に答えられてるじゃないですか、ちゃんとこうやって。これ自答え分になっで。てるのかな？ちょっとよくわからんけど。なってます、なってます、なってます。だって答えになってますよ。だからそれをみんな答えを言ってくれないんですもん。逆に言えば。ああ。結局、わかります。それこそ僕から見ると、まっちゃんが思ってる常識と、一般的に世の中に言ってる常識っていうか、思ってる常識って異なりますからね。結構。あ、そそうですよ。だから、まっちゃんがこんなの誰でもわかるよって言ってることが、意外とこれ、だから本出版してくれって言われるんですよ。俺ってじゃあマイワールドにおるわけ？イエス。だから、マイワールドっていう言い方はおかしいんですけど、それはおかしいんですよ。ただ、成功、まっちゃんって、じゃあ成功してるか失敗してるかって定義言うと、成功してる部類じゃないですか。だって、不動産だって2年で成功してるわけだし、ある程度資産を持ってるわけですよ。まあ、でも、まあ、まだまだ足りないからって、その資産構築をどんどんやってるとこだと思ってるんですけど、僕の中では。いや、ただ、もう終わった。終わった。あ、さすがですね。そしもて、う終わり。もう終わったっていうのであれば、これがもうある意味成功例ですよね。で、成功してるってことは、それはもう普通の人と常識が違うわけですよ。だって、みんなその状態に行きたくったって、その感覚が持ってないからみんなできないわけだから。だから、まっちゃんの当たり前だと思ってることはみんなにとって当たり前じゃないんですよ。だから僕聞いてるわけですよ。興味があるからまあ。結構ね、そね。はい。の、まあ何が成功か失敗なんか、まあこれはこっちを言ってどうでもいい話やねんけど、そはの、意外とその周りにそういい。ううまくいってる風っていうかな、設計、人生設計的に、その、まあこれ人それぞれやねんけども、はい。はい。はい。それはい。でもまあ相対的に見て、ああいう感じっていいよね、みたいなやつってあるわけよな。うん、であります。も、そういうところの情報っていうか、そういう人との関わりって結構ね、シャットダウンするわけじゃないけど、自ら関わり合って本気で、そう自分もしていこうというと、これが意外と少ないんですよ。これ多分そう思ってる人多いと思う。はなんで同じことせえへんのかなと思うんやい、けど、うん、でしょ、だから、そう、っていうことは、別にそうなりたいと、その人はイメージしてないってことですよ、ある意味。だから結局なところだって、じゃあ、まっちゃんが早起きする4時に起きるっていうスタイルっていうのが、じゃあ、これが釣りだからどうのこうのって言ってるけど、それが逆に良かったりするわけじゃないですか。4時ぐらいに起きて、それで作業に没頭するとかいう行為っていうのも、一つ人生との、なるための必然的なものだし、それをみんなやれって言ってやらないし、でも、まっちゃん的にはそれは当たり前だと思ってるわけじゃないですか。いや、そりゃそうでしょ。だってね、例えばさっき4時起きるっていう話したけ ど、あいつはい。ら言ったら、例えば会社員の人って、会社員の人がおったとしようや。この人らって6時ぐらいに起きて朝ごはん食べて会社行って、会社に8時半って6時ぐらいまで仕事するわけよな。そんなイメージよね、イメージじゃない。大体よ、大体。で、じゃあ俺経営者よね。経営者で、今はもう釣りの会社譲渡したけど、今度不動産やもんな。不動産やってて、もう出来上がったって言ってるわけよな、もう。うん。もう下の業務できます。ある意味言い方悪いけど何もする必要ないわな。でもそれでも朝4時起きて、じゃあ何やってんのって言ったら掃除したり、あとは自分でその勉強、学びたいことや。俺は歴史なんか。自分で勉強してるわけよ。これ3時間、4時間な、朝な。で、これをやって、毎日やってる、この出来上がった模型者がやってるのに、サラリーマンだと6時に起きとったら、それはもう永遠に差がついていくでしょ、そら。だってそうですよ。だから結局だって勉強しない人なんて世の中の7割だ。7割以上は絶対勉強なんてしないわけだし、こう話すこともできないし、話した時に同じ土俵で話せるわけじゃないじゃないですか。結局、あ、こいつ話してないな、分かってねえなっていうふうになっちゃうから、別に話聞かなくなっちゃうじゃないですか、今度は。って感じになるってくると、結局のところ、まっちゃんがやってることって普通の人と違いますからねって思うんですよ。そう、だから聞いてます。いや、だから、だから普通がどうなんかって言ったら、今言った人が普通でしょ？そう。普通、だから、それすらできない人も多いですよ。でもそれじゃ無理よ、そら、土台どう考えたって。で、土台どう考えても無理だとしても、無理だとしても、この動画を見ていた人たちは少しでもそれがやりたいなっていうふうに1%で思ってる人たちですよ。だって、この動画を見る人ぐらいですから。
この動画を見る、この動画に再生をして最後まで、最初から最後まで見るって人は、そこだけマニアックな人だから、そういう人はできるわけですよ、僕は。マニアックなんだよ。マニアックだと思ってます。でも、最高に、要はいい仲間にもなると思うし、ぜひいいとは思ってるんですけど、だから僕も続きたいなと思ってるんで、続けてますけど、そういうわけですよ。うん、普通の人じゃないんで。だからね、自分の理想的な方向へ、その、人生的なものを導くっていうところを、の手前で、そこを見つめないっていうことが人が多い。そうですよね。うん、で、ぼやっといいなとか、いいよなとか、なんかそんなジャッジはしてるんやろうけども、じゃあ自分はどうなんて言ったら、そんなに考えてないってことですよ。結局そこ見て、それはどうするかっていうのを毎日行動評価してやってみてっていうのは大事かもしれない。で結局、うん、学ぶ行為とかそういうことも考えんかったら学ぶもせえへんじゃないですか。そ、うん、そ前行きたいと思ってるから学ばなしゃあないわけでしょ。そうそうそう。行かれへんかって。そうそうそう。結局そこでものすごい差がすごくなるよ。だから、まあ、その朝早くから学んでいろんなことをしようって考えてることがルーティンになってる人とな。そう、朝ゆっくり起きて、でサラリーマンやって夕方同僚と酒飲みに行って愚痴言ってる人とな。そう。で日曜日になったらゴルフ行って遊んでる人。だって経営者とサラリーマンとだけで、その同じ一日を過ごしている。要はサラリーマンが仮にですよ、ちょっと長くなっちゃってますけど、仮に経営者が1日休日使って遊ぶのと、サラリーマンが1日使って遊ぶので、ね、意外とその遊ぶ時の意識レベルも変わってくるじゃないですか、経営者って。やっぱり単純になんかそんな感じだなと思って。遊んでるようで遊んでないですよ。そうそう、遊びながら何か考えてるわけですよ、常に考えてるし、それ当然考えてるし、次の仕事へ向けて体とか心とか気を整えてるっていう作業をやってますよ、休み。だからそうそう、だから結局のところは、あと僕よくね、その映画も好きですし、いろんな作品見るの娯楽好きですけど、娯楽見ながら自分の中で頭の中想像してますからね。だから、うん、このシーンをこういうふうに現実で置き換えるから、僕は映像制作の人間だから、映像を撮るときにはどうするかって、結局仕事分析入っちゃってるんで、ああ、やっぱり仕事毎日してんなと思いますよ、やっぱり。その差ですよね、やっぱりね。そう、だから、差がどん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 広がっていくわけよな。うん、で、うん、だからまあ、それでもいいと思ってるんやから、それでいい人はそれでいいんじゃないですかねっていうわけですよ、うん。そう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 。まあこれ見てもらってる人たちっていうのはね、何かそういう問題点というか、もう自分の理想的なものとかな、もういろんなものをちょっとでも吸収しようと思って見てくれてる人なんで、まあ本当、端的に今日の結論的な話で、端的に言うと、そのやっぱ神は神だじゃないけども、はい、ちょっと一回殻を破って、みんな同じこと今考えてると思うんですよ。自分の殻がまだ破れてない人結構。卵の側のね、バーって破ったんですね。まあだから自分の殻が破れてないから、このおっさんの動画見てなんか変わったやつやと思う。おっさんの動画ね。はい。なんアイちゃんさっき言ったね、たっけ。ニッチじゃねえね、たっけ。ニッチっていうか、変わり者というか、違う、珍しい何か言ってたよ、なんとかの動画って、まあアイちゃんさっき言ったけど。まあだから、ね、ちょ殻を破れてない部分があるから、どうにかして自分が殻を破って前に進もうみたいな人って呼んでくるから、だからやっぱりね、でやっぱ規制の概念をどんだけ取っ払うかですよ、今回は。もうこれ、だから規制の概念を取っ払ってやっていきましょうってことですよ、結局。あとは自分が今やってる行動、いや、居抜くためには自分の行動、今やってる行動が正しい行動なのかっていうのもちゃんと 見直した方がいいよねって話ですよね。それが全てに関して。いや、正しいも悪いもないんですよ。あ、そもそもが。うん、そこ間違ったわけ。そもそもが正しいも間違いもないんですよ。それは、ただ世の中の風潮とか、社会の風潮とか、世間体とか、そこだけの話なんで、なるほどね。正しいとか悪いっていうジャッジはしない方がいいんですよ。一番大事は、自分がやりたいと思えるか、やりたいと思えないか。明確性な答えで、はい、正しくないじゃないんですよ。自分がそれがなんかこう、はい、なんていうのかな、心ときめくかときめかんかみたいな。あ、結局そこにつながるんですね、やっぱりね。結局そうですよ。その正しくないなんて、はい、人が世の中が判断する価値観なんで。わかりました、うん、はい。
だから自分がいいと思えばそれでいいわけですからね。OK ですってことですね。はい。何に違うかな。大丈夫です。ありがとうございます。すみません、なかなかだと、ちょっと、うじすぎちゃった。今日はこれでまとまったかな。はい、まとまりました。はい、ありがとうございます。すごくね、やりにくすから大事なので、よかったです。はい。じゃあ、また来週も違ったテーマでやりますので、はい。じゃあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、よろしく。はい、どうもです。